皆さんこんにちは、モグです。じゃん、エスティローダのリニュートリーブラディアンスリクイッドメイクアップファンデのレビューをしていきたいと思います。私が買ったお色は19番のクールポーセリンっていう色ですね。見た目もすごい高級感ありますよね。やっぱちょっと高いだけあって、見た目がまずいいで、こちらのファンデ SPF20 の PA3 プラス入っています。公式の製品の詳細見ますと、一滴一滴に贅沢な感触をもたらすリクイッドファンデーション、希少な宝石やパワーストーンのような光を放ち、フローレスな仕上がり、みずみずしく濡れたような輝きを叶えます。色ムラを整え、シワや小シワを目立たなく見せ、滑らかな肌へ。どこから見ても明るく美しい仕上がり、肌は柔らかくしなやかに、そして滑らかに、使うたびに弾力感を感じられる肌に。最高、書いてることは本当に最高なんだよ。下地はもう塗ってるので、ファンデを塗っていこうと思います。どんな感じか見ていきたいので、コンシーラーとか使わずにこれだけを塗った状態をお見せしたいと思います。意外と伸びがいいですね。保湿されるもんやから伸び悪いんかなって思ってたんですけど、全然そんなことなかった。でもなんか塗ったそばからさ、ツヤやばない？めちゃめちゃ薄く塗ったんですけど、それでもツヤがすごい。でめっちゃね、保湿されてる感じがすごいあります。気になるところは重ね塗りしていきます。ブラシで塗った方がツヤ感はかなり出ますね。吹き出物とかところどころ見えますけど、ある程度は隠れてるんじゃないかなって思います。なんか小さい薄いシミとかは重ね塗りすれば全然いいかなぐらいですかね。で結構ね、毛穴もね変に浮いたりはしてないですね。何よりね、もう保湿された感じと、もう見ての通りツヤ最高すぎません？めっちゃいい。このぐらいならコンシーラー私はいらないかなってぐらい、いい感じです。はい、というわけで今回こちらのリニュートリーブラディアンスリクイッドメイクアップファンデーションを紹介していきました。いかがだったでしょうか？私はすごくいいと思いました。参考になれば嬉しいです。では今日はここまで。バイバーイ。